はいどうもバチオです、えー。5月の3日にね、えー、渡辺博行さん、俳優さんですね、えー、66歳、えー、自殺ということですね、えー。自宅にあるトレーニングルームで首をつって死亡しているのが見つかったということですね。あのーまあね 僕ぐらいの年齢の人というか、もうちょっと上の人だと、あの、ファイト一発って、リポデーの CM の人なのかなあのー、のイメージですし、まあ、僕なんかだと、結構特撮作品に出てたな、みたいな印象ですね。うん、ゴジラとか出てたよね、みたいな、<laughs> あの、あれなんだけど、まあ、ツイッターとか見るとね、あの、平成ライダーとか、あと、ガロとか <laughs>、うん。 まあなんかそういうのも出てたんだねまあ僕はね <laughs> まあ役者さんっていうまあどまあみんなそうでしょうけどそういう印象なんですけどえー、芸能界ね年間ね日本では3万人近くの人間が自殺する中でもやっぱ芸能人というのがね自殺してしまうと非常に目立つんでまあ ね、こうやって大きなニュースにもなるんですけどあのー、僕ねいっつも言うんですけど、えー、自殺する人のご冥福は絶対に祈りません何やってんだクソ野郎って俺思ってます今ねあのー、正直ねあのー、本当に許せませんまあこれねあのー、僕が正直大ファンだったあの神田沙也加さんの時も言いましたし えー、竹内優子さんの時も言ったんですが「えー、<laughs> 自殺」っていう言い方するじゃん。自分を殺すですでよ本当にその自分を殺すという大罪を犯した人間をみんな美化して喋りすぎなんですよ。 あのー、例えばさ家族を殺す、ね、親殺し子殺しどう考えても滞罪じゃないですか何かトラブルあった末に知り合いを殺す、まあ、それもね大罪ですよ見ず知らずの人間を自分の欲望のために殺す、まあ、許せない話ですよね なんで自殺だけ美化されるんですかねそんなわけないですよね。どんな事情であれ自分でね、その自分の死を選ぶ。まあ俺もね、あのー昔死にたいと思ってたことあったんですよ。死にたいじゃないな、生きたくないって思ってたんですね。 だけど実際死ぬってのは本当ダメなんですよましてねその人前に出てたような人じゃないですか自分が死んだらどういうことになるかっていうのを想像できなかったっていう周りにいろいろな影響があるっていうわかんねえかっていうね 本当にまあそれでもねそれでも死にたいから最終的に死を選ぶんだけどそれをなんかとても悲しいことのように美化して言うのはやめていただきたいね世間の皆さんにもそれはお願いしたい自分を殺すというのはとても悪い犯罪です あのー、とてもひどい犯罪なのに、それを裁く人間がいない、あの裁かれる人間がいないんですよ、もう死んじゃってるから、その唯一、あの殺人行為なのにもかかわらず、自分が死んでいることで唯一、その罪を償う機会をのない犯罪なんですよね。 あのね正直に俺ね言うとあのねユタボンとかが「死んだらあかん」って言ってるじゃんいやうんそうなんだよ俺も死んだらあかんとは思うなんだけどそんなこあのって言ったって生きてることがあまりにも辛かったり死んだ方がマシだって思うことを まあ俺もいっぱいあるしねこんなことするぐらいだったら死んだ方がマシだって思うことそして今の現状だったら生きてるよりも死んだ方が楽なんじゃないかっていうまあ今俺は幸せなんでそんなことないですけどまあそういう時期もありましたようわ死にてえよっていうかむしろ殺せよって思ってた時期もあ,あったっすよ だだけどだからといって例えばさその目の前にいるやつがさめちゃめちゃ自分に対して暴言とかなんなら暴力とかさあの自分に対して危害を加えてきたとしたって殺しちゃダメじゃないですか。その自分に対して自分で何かすることはない。 ですよね殺すっていうあの自分を殺すっていう行動に対して絶対とがめなきゃいけないと思うんですよね。なのにもかかわらずなんか皆さんご冥福をお祈りされるわけですよ。 あのご冥福とかお悔やみとか自分で死んだやつに俺言うの間違ってると思うすいや俺本当にねあの神田沙也加さん死んだ時とか本当にね悲しかったんだけどでもどうやら自殺らしいっていうまああん時もそういう報道だったんだけど何なんだよ で今までねまあそれこそね渡辺裕之さん自分で体をね作ってねトレーニングルームなんか作ってねそうやって、ね、俳優業も頑張ってこられたにもかかわらず最終的に自分で首吊って死ぬのその今までの努力は何だったんだよって <laughs> バカじゃねえのか まあそんなことしなくても人間勝手に年取って死んでいくんだよ。その最後の瞬間まで目いっぱい生きろっていうの本当何自分で勝手に電源を落とそうとしてんのやって。よくね、あのー、僕らみたいなそのゲームやってるような世代っていうのは命に対するその意識が希薄だなんていうこと言ったりしますけど。 な,なんだよそのいい年こいたおっさんが最終的に首つるってふざけんなよって俺はそう思うしあの周りの人間にも、ね、あのもしこの動画を見た人でもそう思ってほしいっすわあの本当に自殺自分で自分を殺すっていう、えー、その行為を許さないでほしいと思いますはい 以上、バチョでした。バイバイ。